ね、ここまでパイレーツの選手の皆さんから皆様にこう麻雀というねボールを皆さんに投げてきたんですけれども、逆に皆様からパイレーツの3選手に質問何かしたいことあるという方いらっしゃいましたら、あ、早い、早速手を挙げていただきました。質問伺っていきたいと思います。ぜひ質問ぶつけてみてください。お願いします。すみません、で2年ほどちょっと質問お三方に、したいと思うんですけれども、じゃあ1点目が、まあそうですね、今シーズン結構こう分散の闇に飲まれるというか、いろいろな抽選で下振れてしまったような姿を、まあ、よくお見かけして、で私自身は割と最近も同じような感じで、ちょっと、まあ、レベルは違えど、まあ、不調を引いているような形で、まあ、困ってるんですけれども、そういう不調を、まあ、百戦錬磨のお三方ならいろいろすごい長期のものを体験されてると思うんですけど、そういうものに対してどう向き合われてるとか、そういう時にどうリフレッシュするかっていうことをちょっとお伺いしたいなと思います。はい、ありがとうございます。ご自身の中で不調が続いた時に皆さんがどう対応しているか、どうリフレッシュしているか教えていただきたいとの質問でした。それではまず船長からお答えください。多分僕が言うともう次の人喋りにくくなる。じゃあ落ちにしますか。落ちで大丈夫です。はい、はいはい、ではですね、朝倉選手不調の今回もあったと思うんですけれども、はい、どうやって乗り切ってきましたか。とりあえず、まあ、真面目に、まあ、とにかく集中して、まあ、打って、で反省すべきところは反省してっていう感じですかね。まあ、そのなんか悪い結果に出た時に全部減らるんじゃなくて、まあなんか悪い結果出たところじゃないと人って結構反省しにくいと思うんですよ。反省っていうか、そこが悪かったって気づきにくいと思うんで、まあ、実際はそのいい結果になったところでもミスっていっぱいしてると思うんですけど、うん、まあ、ただそのまあ反省の材料というか起点にしやすいのはミスしたところだと思うんで、そこでまあ本当にこれミスだったのかなっていうのをちゃんと考えて、でミスじゃなかったらもう気にしない、でミスだったらもう反省して次はしないみたいな感じで、はい、そんな感じです。なるほど。精神的なケアに関しましては何かなさってるんですか。まあそうですね、どうだろう、もう悩んじゃってますよね。もう悩んじゃってますよね。まあまあとにかく自分で後悔しないように、まあ極力打って、まあミスったらもうちゃんと反省するっていう、僕はもう反省はしていいと思うんで、はい、落ち込むことも大事だと思います。不調もしっかりと向き合うんですね。そうですね、捉えるんですね。はい、なるほど。では石橋選手はいかがでしょうか。はい、ほとんど一緒なんですけど、はい、やっぱりこうなんていうか、僕最近あんまり好調な時はないんですけど、そう考えると、そう考えるとっていうのもおかしいですけど、あまり僕は不調っていうのは気にしないですね。やっぱりそういう不調っていうのも自分の麻雀の成績の一部ではあると思うんで、まあ今すぐどうこうしようっていうのは難しいので、やっぱり日頃から練習することだと思います。はい、さあそれでは最後オチと伺ってきました。はい、皆さんここでもう爆笑間違いなしの船長のオチが出ますので、ではその辺に行きたいと思って。船長、不調の時どうされるんですか。調子っていう意味がわからない。ああ、そこからですか。いい偶然が続いてるとか悪い偶然が続いてる、それは個人の調子じゃなくてたまたまの牌の並びなんで気にすることはないですね。で、個人の打ち方を見直すのは、そのいい偶然が続いてても悪い偶然が続いてても同じように考え直さなきゃいけないんで、やはり結果は関係ないということで、調子はありませんと。はい、調子はありません、はい、ただその場で起きた事実が並んでるだけですので、そうです、はい、悪い偶然だなって、はい、1枚対7枚で、めくり合い負けました、はい、以上ですと。さっきのウーマン打っても、あ、1万2000だなと、珍しいケースだなと。まあもちろんあれは読んで止められるかなっていう検証は必要ですけど、それは振り込まなかった時も同じように検証しなきゃいけないんで、多分ああいうウーマンって振り込まなかった時は、うん、さっき泣かれなかったから通るよねで見過ごしちゃってるんですよね。なんでそれは勝った負けた関係なく考えることであって、最近たまたま続いてるいい偶然悪い偶然は気にしない方がいいですね。なんかいい話っぽくなりましたね。はい、ありがとうございます。いかがですか。あ、はい、あ、どうもありがとうございます。とてもすごい参考になったので助かりました。で、もう一点なんですけれども、お三方のこう例えば泣きをはじめいろいろ戦略かなり広くいろいろやられて、まあ、そういうレンジが広い
方だと思って、他のチームだと例えば園田さんとか太郎さんだとかっていうのはそういうレンジ、あの泣き判断を含めそういうのが広い、まあ、方々だと思うんですけれども、逆にあのそういうのが結構狭めな、例えば村上さんだとか瀬戸熊さんのようなこういうスペシャリストのような方々についてどういう印象を抱いてますかね。こう例えばこう、まあ、やりやすいところではないでしょうけど、なんかこう、まあ、戦ってて受ける印象などそういうのをお聞かせできればと思います。はい、ありがとうございます。あのあまりこう泣かない面前派の選手に対してということでよろしいですかね。3位にどういった印象を抱かれているか、自分と真逆のプレースタイルの選手に対してどういった印象を持っているか。じゃあしゃべりやすいんでしゃべってみますか。あ、はい、お願いいたします、はい、あマイクいらない。僕はまず村上さんと瀬戸熊さん本当に強いと思ってるんですけど、あのやりやすいっておっしゃいましたけど本当にやりやすいタイプなんですよね、まあ、かといって自分が勝ちやすいかといったらわからないんですけど、あのその時にやっぱりあのやりやすいっていうのはどういうところかなっていうのは、あの読まれやすいっていうところにあると思うんですね。やっぱりあの例えば村上さんがあの、満足を仕掛けて僕があの本一の当たり牌止めた場面があったんですけど、まあ、そういうのもあの村上さんと長年やってて、あの読みやすいから止められたんで、まあ、そういうタイプ、あのやっぱりそういう読みが相手の読みが合ってるっていうのは損だと思うので、まああの難しい道を歩んでるなとあの思います。まあ、なんかでもその中でもあれだけ村上選手とかは特に最高位たくさん獲得されていたり、こう本当にそれを押し切る力がね一人強かったり、そうです、あの、うん、何回も言いますけど別に勝ちやすいってわけではないんです、はいはい、ただ読みがこう当てはまりやすい、そうですね、はいはい、打点とか、まあ、町とかは読みやすいっていうところはあります。苦しい道を行ってるなと、うん、はい、そういった石橋選手の印象でした。はい、それではあとじゃあちょっと村上について、あの村上って知っての通り手数少ないんですよね。手数少ないし前に出てきたら読みやすいし、じゃあなんで勝ってるのかっていうと、彼は守備力が本当繊細で余計な補充を一切しないんですよね。あの7巡目ぐらいに今のうちで切ったら一山に刺さっちゃったみたいなのが我々と比べてすごい少ないんですよ。で基本的にあの打ち方なんで守備に回るケースが多いのに成績を残しているのは、そのうっかりの振り込み、このぐらいいいだろうって甘えでの振り込みがほとんどないと、それが勝ってる理由ですね。だからあのスタイルを目指す人は、あの実は磨くのは守備力を鍛えないといけないですね。あの手数が少ない分あのうっかり補充が致命的なので、上がれると思ったらしっかり攻めるし、上がれないと思ったらちゃんと序盤から守ると、それができてないと村上の真似は危険だと思います。わあ、すごく今勉強になりました、ありがとうございます。さあ、それでは続きまして質問ある方挙手をお願いいたします。では順番に回ってまいりますね。あのマイクが少し遠いので大声で大きな声で言っていただいてもよろしいですか。あ、レギュラーシーズンお疲れ様でした。お三方は、天保名人戦でも、同じ赤アリルールの天保名人戦でも活躍されていると思いますが、その、天保名人戦では、そのラスの組が重い、作りになっている一方で、M リーグではトップが大きいっていう仕組みになっていたと思います。で、私自身も、その天保で麻雀したり、麻雀するときは、そのラスをケアして、で、実際に友人と卓を囲むときは、トップの大きいルールでやっているんですが、その時のそのバランスの変え方っていうのがいまいち慣れてなくて、その実際に卓を囲むときに、いまいち成績が残せないなという印象が持っているんですが、そのお三方の中で、そのトップが大きい麻雀っていうときは、どういったバランスで、考えていけばいいのかっていうのをお伺いしたいです。なるほど。特にこの方に聞いてみたいというのは、ございますか。そうですね、朝倉選手、はい、やはり天保というと朝倉選手ですね。では朝倉選手、はい、天保ルールそして M リーグルール、この2つの打ち方のバランスの変え方などを教えてください。はい、まあ、天保名人戦一番3人の中で成績悪いんであんまりいいことが言えないんですけれども、そうですね、まあ、僕は自分個人の打ち方とか打点バランス泣きバランスって実はそんなに変わらないんですよ。ただ相手が変わるんで変わるっていうのと、まあ、あと終盤にその例えばトップ取りの麻雀って絶対オアスラス前付近ってみんなトップを目指す上がりを目指すんですね。その、まあ、8000だったり1万2000だったり条件ついてくると思うんですけど、ってなった時に、まあ、天保だと例えばそのラス前
で自分があの、まあ、そんなに大きいトップじゃなくてもみんなが逃がしてくれるじゃないですか。なんでトップを最終的にそのまま取りやすいんですけど、 M リーグとかだと何3何オーダスとか の、 その同じ点数からのトップの取りやすさっていうのが全然変わってくるんですよ。なんでそれより前にもっとセーフティーリードを築いておかなきゃいけないとか、そういうバランスであのトップあの着順 の、 そのどうやったらトップを取れるかとか、その持ち点意識自体が変わってくるんで、そういうところですかね、気にしているのは。いかがでしょうか。まあ、その、条件にその自分だけでなく周囲の条件に合わせて、まあ、条件になる前までになんとか準備をしておくっていう、なんか難しいですねすいません。なんか、まあ、例えば本当にオーラスに、まあ、天保だとあのラスになりたくない人が2000点とかで、まあ、そのラス回避っていう上がりを3着の人がしたり、まあ、その4着の人があのラス回避を目指してリーチを打ってみんながベタ折りしたりっていうので、トップの人っていうのがそのままトップで終わることっていうのはめちゃくちゃ多いんですね。でそれで慣れちゃうと、もう慣れちゃうっていうか体に染みついちゃうと、そのなんでこんなまくられるんだついてねえって思っちゃうことが多いんですけど、もうそれは多分当たり前のことで、あの逃がしてくれないんですよ、そう簡単に。こういうルールだと。なんでそれをもともと念頭に置いて、その点数調整というか、まあ、あのなんていうか状況判断をしておかないと、あのなんでこんなまくられるんだついてねえっていうことにあのなっちゃうんですよかなり大幅にもう頭の中のイメージを切り替えて特に難入してからはもう戦ってらっしゃるんですね。そうですね、はい、よろしいですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それではあの先ほど手を挙げてらっしゃった、はい、すいません、大声でお願いいたします。あ、すいません、ありがとうございます。あの一パイレーツファンとしてですね、3月のファイナルのパブリックビューイングのチケットを買ってしまったんです。ああ、申し訳ございません。謝罪会見ですかこれは。とんでもございません。現在ちょっと途方に暮れています。でついてはちょっと皆さん、あ、もちろんどなたか1名でも結構なんですけれど、そのファイナルの例えば推しチームをこれからどうしようかなとか、あと見どころとか何か思うところがあればおっしゃっていた教えていただければと思います。なるほど。こうパイレーツ以外で皆様推しているチーム、ちょっと言いづらいかもしれない、私の耳に小声でどなたか教えていただけたらと思うんですけども、言える方はいらっしゃいますか。いないかなじゃあ聞き方を変えましょう。先ほどねおっしゃっていた通り、ここからのファイナルシーズンの楽しみ方を、こういったところを見ると盛り上がるんじゃないかなとか、そういったところを教えていただきたいで、困った時は船長お願いいたします。こういうトーク困るんですよねもう全然目を合わせてくれませんでしたからね。チームを押さなくてもあのみんな面白い麻雀やるんで、それを楽しめばいいかなとは思いますね。まあ、個人的にはあの終盤ボロ負けした園田にもう一度いっぱい勝ってほしいなとは思ってます。チームはどこでもいいっす、まあ、あと個人的にあの二階堂明さん可愛いなとかも、そういったのでもいいわけですよね。そうですね、それを、はい、そういう方もそれで言えばいいんじゃないでしょうかね石橋選手は今後どのように楽しまれますか。あのまあどうやって打つかなっていうところですね。あ、もう来季以降の研究に時間を費やすと、うん、はい、もうそれしかないです。なるほど。朝倉選手は今まで結構予選ボーダーを気にして打ってる人が多かったと思うんですけど、これからは多分、まあ、の可能な限り優勝を目指して打つ、一応多分着順の意味もあるんですけれども、まあ、可能な限り優勝を目指して皆さん打つと思うんで、まあ、特に風林火山がそのバランスをどう変えてくるのかなとか、そういったところですかね。はい、はい、どうでしょうか。あと久里が何回出るかそうですね、次も久里かな、まあ、常にドキドキしながら割とこう出ずっぱりみたいなのもありましたからね確かにいろんな楽しみ方が M リーグもありますので、ぜひ3月も楽しみにご覧いただけたらと思います。続いてが最後の質問いただきたいと思います。最後はプライベートの質問や、もうちょっと踏み込んだとても放送には載せられないような質問でも大丈夫ですので、一番最初に手を挙げていただいた方に当てたいと思います。質問ある方どうでしょうか。意外といないんですね。あ、お願いいたします。プライベートのことじゃないんですけど、はい、もちろんです。朝倉さんがあのネット M リーグで、はい、あのジャン歴は関係なくって、その正しく学ぶことが大事っておっしゃってたと思うんですけど、はい、あの例えばの初心者の方もいないと思うんですけど、中級者以上の方でどういうふうに学んでいけば
お三方みたいに強くなれるのかなっていうのをお伺いします。なるほど。でこれ朝倉選手にまずはお伺いしたいですね。はい。で朝倉選手、はい、朝倉選手なんとジャン歴は10年ということで、10年ぐらいですね。はい。その中でこう自分が歩んできた道のりですとか、こういった学び方をすると強くなるんじゃないか、おすすめの勉強法を教えてください。そうですね。まあ本当にジャン歴ってまあなんかどれだけ最低あればいいのかっていうのはちょっとわからないですけど、まあなんかもう2年ぐらいあったら正直言い訳聞かないと思うんですよ。まあ、なんか本当に本気で最先端の今本とかもいっぱいありますし、先日読んだりもう動画見たり自分で打ったパイフ見たりとかも何でも強くなるためのツールっていうのはもう全部揃ってる時代になってきてるので、データもいっぱい取れますし、でまあその中でまあちゃんと試行錯誤して、でその反省というか検証をして、まあ打ってっていう、まあそのサイクルを繰り返して、でまあそうですね、そうしてれば、まあ、強くなれる時代だと。簡単に言わない。自分で打ったのを自分で見返すのが大事ということですか？そうですね、まあ、ただ見ても意味ないんですよ。やっぱりただ打っても意味ないですし、ただ見ても意味ないですし、ただ本読んでも意味ない。で、まあ、正しく学ぶというか、まあ、口で言うのは簡単ですけど、まあ、なんか検証って、まあ、本当にこれが、まあ、例えばまあさっきもあったんですけど、まあ、石橋さんが1万2000補充したっていう結果があるじゃないですか。結果がもうすごい今マイナスに出た時に、これが本当に補充が正しかったのか、むしろ間違ったのかっていうのを、まあ、ちゃんと考える、その理由とかそのいろんな視点で考えるんですよ。まあ、入りの話だったり点数状況の話だったり読みの話だったり、まあ、いろいろあるんですけど、で、まあ、麻雀なんで複雑な要素絡み合ってるんで、自分のその考えだけで本当に答えが出ることって結構少ないのは少ないんですけど、でもなんかまあ、極力答えに近づけることっていうのは今の世の中できるようになってると思うので、それをまあ、とにかく精度を上げていく、でもう本当にそのサイクルの繰り返しだと思ってます。もう捨て曲を作らずに全て掘り下げぐらいの気持ちでやった。それはちょっと無理ですけど。ああ無理でしたか。まあ、なんかうまくいった時とか、はい、まあ、失敗した時っていうのがやっぱりまあ、よく反省材料にしやすいところではあると思う。まあ、あと悩んだ時、自分が調校して、まあ、これどう何切ればいいか分からなかったっていう時とかに、まあ、なんで僕はリアルだと振り返れない、振り返りにくいじゃないですか。なんで僕は結構ネット麻雀をそういう意味でもお勧めするんですけど。ではせっかくなのでこれ最後の質問なんで、お二人にも伺いたいと思います。小林選手はどういった鍛錬の仕方が近道になると思われますか？そうですね、まあ、普段打ちながらでもできると、とにかくいろいろ考えながらやってほしいんですよね。切った後でもこの牌切ってよかったのかなって考えられるし、あと何切るでよく迷うじゃないですか。3ピン切ればこうで、ウーマン切ればこうでみたいなので、成長しない人って3ピン切りの理由ばっかり考えて、この理由で3ピン切りますって言うんですよ。でも実際は3色を見て3ピンがいいのか、単野を見てウーマンがいいのか、それぞれの打牌候補にメリットデメリットがあるので、それを全部考えた上でどれか選ぶようにしてほしいですね。よく何切る問題で何が正解かっていうのが話題になってるんですけど、で大体こうこうこういう理由で3ピン切りますばっかりなんですけど、大事なのはそうじゃなくて、全部の打牌にメリットとデメリットを挙げられて、その上で比較することですね。その作業を毎回やってれば自然にいろんな選択が増えていくと思います。お、なるほど。これはすぐにでも実践しやすいものですね。そうですね、何切る問題見たら正解を出すんじゃなくて全部の理由を考えると、それを問題でも自分の手牌でもやっていけばいいと思います。はい、それでは最後石橋選手、はい、もう大体ちょっと咳込んじゃって大丈夫ですか？はい、はい、まあちょっと大体一緒です、はい、ね、ちょっと途中からもう大体言われちゃったかなみたいな顔されてたんですけども、ね、はい、まあ大体練習方法一緒なんで多分、はい、はい、僕、うん、そうですね、ネット麻雀がおすすめです。やはりこう、はい、天を名人を取っている皆様ですよね。はい、もう朝倉さんも言ってましたけど、まあ、とにかく今情報が本当にたくさんあるので、まあ何切るだったらなんかうざく本っていうのがあって、はい、まあ、そういうのを見たらもう本当に今まで僕らがコツコツ考えてきたようなことをもう本当に多分ほとんど正しく、書いてあると思うんで、まあ、その中でもね、ひょっとしたら間違ったものがあるかもしれないんですけど、まあ、そこで、本当に正しいかどうかって思える、考えられるようになることが大事だと思うんで、はい、
まあ、とにかく、はい、そういった練習の積み重ねだと思います。おすすめはうざく本というところで、はい、はい、石橋選手ご自身の著書じゃなくて大丈夫ですか？僕はちょっとあんまり、あ、はい、ちなみに朝倉選手も2冊ほど。あ、僕の本は1冊目だけおすすめです。1冊目だけおすすめです。小林豪選手もスーパーデジタルマージャン、僕のもいろいろあるんで何冊目がおすすめかよく分かんないですね。はい、というわけでうざく本を皆様おすすめします。僕の本2冊目はちょっとだけ読みやすいと思います。はい、はい、では2冊目をぜひ皆様今日帰り道にでもね、はい、買ってみたり取り寄せてみたりしてみてください。というわけで以上でファンの皆様からもお話たくさん伺うことができました。ありがとうございました。この前ファンミーティングで収録できなかった皆さんの質問に答えるというコーナーを今日はやっていきたいと思います。ツイッターでこの前返信をいただいた方とか、ハッシュタグおしぱいで書いていただいた方にできるだけ答えていければいいかなと思います。我々の返答が つまらなくてあんまり使えないいっぱいカットされると思いますがよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ司会進行といえばやっぱりここは石橋さんお願いします、はい、任せてください、はい、原稿を読むといえば石橋さんですからここは石橋さんが皆さんの質問を読んでいきます。はい、いきます。生まれ変わるなら何になりたいですか？生まれ変わったら記憶がなくなってるんで意味がありません。うん、もう一回日本人に生まれたいですね。おう、なんか日本語好きなんでおう、なんか人間より賢い生命体とかになると病んじゃいそうですしね。今以上に発狂しちゃうかもしれないんで人間ぐらいが多分程よいと思います。なんかそうですね、僕は馬ですかねそれ僕じゃなくてこうなりたいわけではじゃ続きまして、朝倉選手はプロになって1年ですが、はい、団体を問わずに目標とされているプロの方はいますか？あと小林選手、石橋選手もプロになりたての頃目標にしていた人はいらっしゃいましたか？うん、まあなんか誰を目指してるっていうのは僕は特になくて、まあ失礼な話かもしれないですけど特になくて、まあ今だったらやっぱりその M リーグで優勝とか、まあ個人優勝チーム優勝両方問わず優勝だったり、最高位戦の最高位を取るとか、まああとはもう本当漠然と全麻雀プロの中で一番強いって一番言われるようになりたいとか、なんかそういう感じの、はい、人は目標にしてないですね。うん、同じく僕も人は誰も目標にしてなかったですね。まあ、20年前で忘れてるだけだと思うだけかもしれませんが、多分何も目標にしてなかったです。はい、そうですね、僕は飯田さんですね。亡くなってしまったんですけど、本当にねめちゃくちゃ強い人で、すごいねベテランなんですけどバランスタイプだと思うんですよね。まあ、なんで、まあ、かなり参考になったところはたくさんあるんで、あとは危険察知能力がパイフじゃわからないような危機回避能力がすごいんで、まあそういったのはねやっぱり僕は麻雀に必要なものだと思ってるんで、そういうのを真似したいけど真似できないんですが、まあ目標という点では、まあ、近いんじゃないかなと思います。レギュラーシーズン本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。今回ファンミに参加できなかったので質問だけでも、選手の皆さんはいろんな方にサインされると思うんですが、これにサインしちゃっていいの、どうやってサインしようかなと今までに印象に残っているものはありますか？僕はなんかバーみたいなところに呼ばれて行ったら、ファンなんですって言われて、今着てる背中に書いてくださいと今着てる服の背中に書いてくださいと、そのまま帰りますと言われて書いたことありますね。ちなみに同い年のおっさんですねこいつ後で後悔しないかなと思いながらも背中に書きました。なんでしょうね、スマホ本体に書いたことありますけど、あスマホケースじゃなくて、はい、僕もスマホですね、やっぱりスマホ裏側にケースじゃなくてそのまま書いてくださいって本当にいいのってなりますね。はい、なんか MC がいないとシーンとしますねだからここは石橋さんの力に、僕がなんか感想を言わないといけないんですね MC はね、
はい、好きなおにぎりの具は、うん、おすすめのコンビニスイーツは元気ですか。シーチキンっぽいものとかあとはおにぎり、いくらとかも好きですね。コンビニのおすすめスイーツは最近はファミリーマートのクレープとかを食べてますね。最近セブンで会わないと思ったらファミマに行ってるんで、そうそう、最寄りのセブンイレブンが一緒でですね、おにぎりは明太子とかたらこと、うん、通って言っちゃったけど何も思い浮かばない明太子とたらこがやっぱり好きですかね、うんうん、コンビニスイーツ、コンビニスイーツ、ハーゲンダッツのソーベリー、コンビニ関係ないですけど、というかいちご結構好きなんで、はい、なんかいちごとミルクっていう感じのアイスクリームとかたまに買います。僕もねアイスは好きなんですけど、たくさん食べたいんですよ。とにかく箱で買ってその日に食べるって全部冬はさすがにやんないんだけど、はい、ちょっと将来が心配なんですけど、はい、おにぎりは、おにぎりはおにぎりあんま食べないんだけど、やっぱ肉系が好きで、あのカルビみたいな感じですね、焼肉、うん、焼肉カルビみたいな、鶏こもくみたいなやつ好きだったな、そういえば。海苔がないやつ、はい、海苔がないやつです。はい、続きまして、難しい質問です、はい、麻雀のルール決まりの中で一つ変えられるならどこをどう変えたいですか。これ小林さんはたくさんなんかありそうですけど、いっぱいあるけどね、うん、これはねもう変えるデメリットがないやつだね。天保地方 W をなくしましょう、うん、あの技術を阻害する余計なルールですね。はい、あのすごい珍しいじゃないか、一巡目に積もれるなんてすごいじゃないかって言われるんですけど、確かに300、500でも十分すごいです。我々は普段1000点上がるために全力で頑張ってるんで一巡目に300、500で十分高いです。以上ですじゃあ、 あのアベマの麻雀チャンネルであの地方ってめっちゃ CM になってるけど、あれが地方なくてもチートつもチートドラだ、あ、チートドラだ、マンガンチートドラだ、24000って、うん、いいなって、ちょっとまあハイパイに多少の差があるのはしょうがないんでね、うんうん、であれ僕解説してたんですけど、その後空き時間にね、地方ってなんであるんですかねって別に上がった人と攻めるわけじゃないですけど、地方批判をしてましたね俺トイメンにいたけどねあ、いたいたじゃあ朝倉さんは。そうですね、うん、危険牌を切るときとかにあの一半ちゃんに何回かバリアを張れるようにしたいですね。なんかバリア張ったらその牌に対してロンもチーもポンもできないみたいな、その方が実力介入要素が増えると思うんですよ。まあめっちゃシュールなゲームになりますけどあ、そうか、どれを選ぶか。そうですね、相手に泣かれそうな牌とか当たりそうな牌をあのちゃんと察知して把握してる方があの有効に使えるんで。それ俺勉強会でやったことあるなんかリーチのめくり合いとかでもこの牌だけはっていう牌の時にバリア張ったりして全然当たり牌じゃない時とかもめっちゃあると思うんですけど、すごいシュールになると思うんですけど面白いと思いますそうだよね、一回しか使えないとかね、うん、あ、私ですね私はあの国史を漫画にすればいいと思いますさあ続きまして、もう過ぎたんですけど、3人とも硬くてファンミーティング大丈夫ですか多分大丈夫だった気がするけど、大丈夫でしたかね、うん、はい、なんか変な沈黙とかそんななかった気がしますけど、まあ足立さんがいましたからね、足立さんだったりあのチームの方の皆様のご協力により無事乗り切れましたということで、むしろ今が大丈夫じゃないですね、はい、M リーグ決勝の予想着地これはちょっと角が立つんでやめといた、やめときましょう、ね、はい、多分シャッターが落ちますバーン、はい、続きまして、M リーグを通して成長したと思うことはありますか。どうですか。
体重の他にですか？体重は3人とも育ったよね。はい、僕は真面目に2人の麻雀を見て、あ、こんなに読みを当てにして打っていいのかなっていうのをちょっと勉強になりましたね。打っていいのかな、打っていいのかな。あ、こんな人もいるんだな。実際悪くないのかもしれないけど、これ読む力がないと大変だろうなっていうのを改めて勉強した感じがしますね。私はやっぱり自分なりにかなりまあタイトル戦の決勝とかで大舞台で打ってきたと思うんですけど、やっぱり M リーグの舞台ほど緊張するところはないなと思って、まあ、その点でその舞台でたくさん打てたというのはすごい自分の成長になったと思います。はい、つまんないね。つまんない。はい、朝倉さんは、うん、まあ SNS で変なこと書かなくなる。M リーグ開幕前に一番手強いと思っていたチーム、または選手と、実際にレギュラーシーズンを戦ってみて一番手強かったチーム、または選手について理由込みでお聞きしたいです。手強かった人とかチームとか難しいですが、黒沢さんはすごかったですね。すごかった。大変勉強させていただきました。まあ、実際弱いはずはないんで、あ、こんなタイプの強い人いるんだなっていうのが一番衝撃だったのは黒沢さんですかね。僕は最近黒沢さんを先生と呼んで、先生おはようございますと言って、そういう感じです。これ使えるんですか？いや、これ本当に言ったし、まあ、大丈夫じゃないですか？大丈夫。この前会った時でちゃんとご挨拶をしておきました。黒沢さんに佇まいが素敵ですよね。いや、本当にぶれなさがすごいですよね、やっぱり。あれを貫けるのは本当にすごいです。はい、じゃあ次に行きましょう。練習。これはスルーで良さそうな気が。練習も聞きたそうだけど、ね、練習は人によって結構違うでしょうけど、僕はこの前同級生4人で集まって話を聞いた感じ2番目か3番目だったなっていう感じでしたね、うん、一流企業の人には多分こいつには絶対追いつけないよななんていう話をしました。大丈夫かなこれ。続きまして、今後人類よりも強い麻雀 AI は出てくると思いますか？またその AI はどのような打ち筋だと予想しますか？なんか出てくるは出てくるでしょうけど、不特定多数で打たせたり人類より強い AI は多分余裕でできると思うんですけど、なんか例えば M リーグの場に入れてもう圧倒的に一番強い AI ができるかっていうと、それはなんかポーカー的な、なんか対人要素が強くなりすぎてどうなるのかちょっとよくわからないですね、うん、みんな AI 対策をするだろうけど、うん、はい、対策してくるみんなに対してその機会がまたどうにかできるかわかんないんで、まあ、M リーグの中で今の AI ってディープラーニングってたくさんやって学習していくので、 M リーグはまだサンプルが少ないし、まあ、その場でも打てないんで、うん、まあ、M リーグの中でその AI がいきなりその M リーグ最強の人よりも強くなるっていうのはなりにくいとは思うんですよね、うん、まあ、ただ今後人類よりも強い麻雀 AI は僕は出てくるとは思います。でどのような打ち筋だと予想しますか？なんかやっぱり僕はなんだセオリー的に今まで「こんなの損でしょ」っていう打牌が実は得なんじゃないかとか、まあ、そういう打ち方をすると思うんですけど、結構びっくりする打牌はすると思うんですね。我々が想像できない一打をバッとたまに切ってくる可能性はありますね、うん、なんか短期待ちリーチとか多そうですよね、うん。でもやっぱ上がり率は上がって補充率は下がるのかなっていう気はなんとなくしますね。精度の高い小林さんみたいになるかもしれない。小林さんの精度が低いわけじゃなくて、はい、さらに精度の高い小林さん。精度の高い小林と鈴木太郎が混ざったような不思議な、うん、想像もつかない牌をいっぱい切って
たまに押しすぎじゃないのっていう範囲で振り込むけどもトータルでは勝つみたいな感じになるでしょうね、うん、はい、はい、小馬郷さんへのドッキリのように腕を組んで写真撮ってもらっても大丈夫なんですか、失礼に当たらないのですか。失礼ではないんじゃない、別にその本人がしたいのであれば。小林さんはあの腕組んで写真撮られた時ドッキリの時はどう思ったんですか。変わった人だなと思いました、ね、あの積極的なファンの人っているけどね、あそこまでの人はなかなかいないんで、触るなよとは言わないで、うん、別に普通ににこやかに対応します。多分小林さんを喜ばせられる自信のある人だけやってくださいちょっと多分うちは家庭的な事情で女性はちょっと難しいです、はい、男性の方は喜んで、はい、男性でもちょっと恋愛感情があると難しいかもしれないです続きまして、うちの嫁さんからバッシーさんに質問、奥様との馴れ初めは、はい、僕だけに質問なんですけど、所属団体ですね、私が所属している最高戦日本プロ麻雀協会という団体に、入った後輩です、うちの嫁さんは。以上、続きまして、デジタル派の雀士お三方に伺います。デジタル派の麻雀はこれから先まだまだ強くなっていくと思いますか、まだまだ研究していきたい要素はありますか。まあ、ちょっとデジタル派の意味はちょっとよくわかんないんですが要するについてるついてないとか、そういう話をしないで理屈だけを突き詰めようという派閥なので、うん、まだ研究すべきことはいっぱいあると思います。まあ、小林さんはね、デジタルっていう言葉、麻雀用語のデジタルっていうのはおかしいんじゃないかって前々から言ってた気がします。おかしいというか意味がわからないので使わないようにしてます、はい、まあ、オカルトの対義語ですよね、うん、どっちかっていうとオカルト、まあ、なんか月と流れが存在するからそれに沿って打つみたいな感じのと、まあ、対極にあるというか、そういうのは、まあ、ないものとして理屈で全て打牌を選択するっていう感じの、そうそう、パワーストーンとかに頼らないよっていう、はい、そういう打ち方ですね僕もなんか、まあ、まあ、単純にデジタル派っていうのは流れがないと思ってる人だと思うんで、これから先まだまだ強くなっていくと思いますかっていうのは、なんかオカルト派だともっと強くなるみたいな感じになると思うんで、うん、うん、もちろんね、それが流れを考えないのが、一番いい考えだと思ってやってます。なのでこれからもっともっと強くなるように頑張ります。続きまして、プロ雀士として M リーガーとして一番大切にしていることは何ですか。 M リーガーに選ばれる前と後では私生活で何か変わったことありますか。大切なのはやっぱ麻雀の専門家として活動、仕事してお金をいただいてるっていう感じですね。変わったことは、声かける回数、街中とかお店で隣でご飯食べてる人とかに声をかけられるケースが増えたので、いつ誰に見つかっても大丈夫なように頑張ります。頑張ってます。一番大切にしていること、まあ、やっぱりそうですね、まあ、麻雀を、まあ、自分の生活の、まあ、一番根っこというか芯に置くことですかね。まあ、なんか抽象的ですけど、私生活で変わったこと、そうですね、まあ、Mリーグに選ばれる前よりもちょっとやっぱり対外的なことを気にするようになりました、はい、なんか前はもっと本当に麻雀職人みたいに、その麻雀だけ強かったら他のことは何をしててもいいんだろうっていう感じのところがちょっとあったんですけど、今はそれではダメだっていう意識はやっぱりちょっと強くなりましたね。まあ、だからといって麻雀が大そかになったらダメなんで、その辺のバランスが難しいんですけど、僕は品行方正であることですね。おそれ家庭的な意味で家庭的な、なんか SNS とか、はい、まあ、そういうのは気をつけようかなとは思ってます。なんかこういうの一番大切っていうのもおかしいんですけど、まあ、麻雀に関する努力っていうのは当たり前だとは思うんで、はい、
まあそういう点でも気をつけたいなと思ってます。生活で変わったのは嫁が前より少し優しくなった気がします。はい、僕はアサピンさんのツイッターを見ていると M リーグの日程が消化されるたびにアサピンさんが人間的や精神的にどんどん成長しているなぁと感じました。小林さん、石橋さんはどう感じますか？アサピンさん本人もどう感じているか聞きたいです。成長するのかな。恥ずかしいな。うん、なんかそのあれなんですよね、麻雀の内容とかであのよくなんか終盤の朝ピンは良かった、聞き迫る顔だったとか、なんか最初からこんな風に押してればとかなんか言われることがあるんですけど、あの、まあ、終盤ああいう顔になっちゃったんですけど、序盤にやる気がなかったわけではもちろんなく、まあ、なんかちょっと、まあ、状況でああいう顔になっちゃったけど、なんて言えばいいんですかね。顔を見せたいわけではないので麻雀の内容でもっと見せられるように頑張りますっていうのが一つと、なんかもっと序盤からあの真剣さと押し引きでやってればって言われるんですけど、それは多分あの損だと思うので、まああの結果最終的にああいう打ち方でトップ取れたりもあったんですけども、あれは本当にあのまあ1か0かの博打みたいなもので、あれを長期的に続けるのはまああの僕は損だと思ってますし、あれが成長した結果っていうわけではないです。じゃあ続きまして、ファンミ行きたかった泣いてる顔文字で選手皆さんへの質問は、M リーグはチーム戦なので組み合わせで対戦していない選手もいらっしゃると思いますが、自分がいてもいなくてもこの対局が一番面白かったという一戦を見どころ込みで教えてください。個人的には朝倉くん、対園田さんの時のが好きです。ぜひファミ第2弾もお願いしますということです。大体僕園田さんに負けてましたけどね。なんかあったかな。面白かったのは僕がトップ目から大きいのを振り込んだ時ですね。まあ何回かあったのでちょっとどれかは覚えてないですが、まあ、僕はあの振り込んでもうわやっちゃったなんて下手くそだと思わずに盛り上げたなぐらいの感覚でいるんで恐ろしい精神力です。結構盛り上げた自信はありますね、いろいろとね。俺もちょっと思い出せないな、まあ、国士止めたやつとかね。あ、そうだ、止めました。間もなく打つよって言ってたら、はい、あれ止まったっていうね。そうなんです、あれシャンテンス維持したらシャーで補充だったんで頑張りました、僕にしては。はい、高宮さんのリーチに萩原さんが国士で追いついてそれを止めた回ですね。うん、では続きまして、レギュラーシーズンお疲れ様でした。パイフ検討や何キルをよくされているイメージのあるお三方ですが、これはいい検討になったという曲やパイシがあれば教えてください。あと、小馬郷さん10年後結婚してくださいということです。10年後、何歳ですか、ごめん。分かんないです。52歳ぐらい。もうヨボヨボになってそうです。早い早いよ。なんか2回前ぐらいのお失敗で、朝ピンがなんか純ちゃんのイシャンテンで、あれそうですね、パーピンペンチーピン払ったやつですよね。そうそうそう、ドアのペンチーピン払ったやつとかもね、あれも結構一見思いつきにくい、ドラのペンちゃんを外した方が条件を満たすかもしれないみたいな、ああいうのはねパッと気づけないやつなんで、そうですね、あれは我ながら面白かったです。あれ結婚はする？結婚10年後ヨボヨボになってると思うので、はい、何あの結婚できる状態にあるか分かりません。男性プロの中で結婚するなら恋人にするならは誰が受かりますか？同一もかです、理由込みで。男性プロの中で結婚するなら、まあ、自分が女性だったらってことですね。自分が女性だったとして、はい、恋人にするなら、うん、まあ恋人は僕はタッキー一択だな。まあ、とりあえず家で優しそうな人にしますね、きっとね。誰だろう。誰だろう。自分か。すいませんでした。瀬戸熊さんと結婚するとうまくいくのかもしれない。瀬戸熊さん良さそう、はい、瀬戸熊さんです、はい、全員一です。家で優しそうで
あと最低限のなんか、まあ、最低限じゃないですけど、瀬戸君はしっかりしてそうでなんか稼ぎもありそうみたいなバランスがめちゃくちゃ良さそうな、うん、でなんか我慢強いっぽい感じもするしね、うん、ちょっと皆さんこれ瀬戸君さんの奥様には見せないことあなんかいい生活、いい結婚生活をしてそうな感じはしますね、うん、では続きまして、タイプの女性はかっこアサピンとコバゴーさん僕外されてるんで、はい、答えが分かってるから、ねはい、そうです、いろいろ共感できる人がいいですね、感受性が強くていつも聞かれて困るんですよね、特にないんで、でも感受性は考えたことなかったですね、はい、感受性ってコバゴーさんはあるんですかよく分かんないです、もう言ってる意味がよく分からないんで、小林さんは感受性がある人とない人どっちが合うんですかね、ない方が合うか、もう何にもない人でも良さそうな気がする、うん、何にもないなんだろうね、はい、では続きまして質問させていただきます、状況によると思いますが、皆様は一泣き派二泣き派ですか、自分は二泣きになってしまいがちですが、よろしくお願いしますということです。薬杯は大体一泣きです。二泣きはわがままな人がやると思ってます。泣いた方が手が進むんならすぐ泣きましょう、うん、この質問者さんはわがままということではい、ちょっと欲張りすぎですね、はい、欲張ってるのかひよってるっていう言葉が変なんですけど、そうそう、慎重なのかのどっちかですよ、ね、あんこになればいいな、でも怖いなみたいなね、それが損得なのかわがままなのか微妙なとこなんですが、僕は手が進むものは大体泣いた方がいいと思ってます。僕を一泣き派にすると多分小林さんと石橋さんはなんかゼロ泣き派になっちゃうので1.5 ぐらい 1.5 泣きぐらい点数がなくてこの手を上がるにはこの薬杯3枚にしなきゃいけないけど、でもできればリーチしたいっていう時は渋々に泣きになりますね、うん、では続きまして、バレンタインのチョコはたくさんいただきましたか、うん、生涯最大数はいただきました、うん、間違いない、うん、3人ともそうだと思いますね、うん、続きまして、麻雀プロの皆さん、対局もさることながらツイッターでのやり取りも面白いですよね。タイムラインを見ながら思うのですが、パイレスの皆さんのツイッターアカウントのアットの後のアカウント ID ってどんな意味があるのでしょうか。特にゴーさんのスパテチってなんだろう、気になって夜も眠れませんということです。じゃあ起きてましょうではなくて、あのスーパーデジタルをちょっと可愛くした感じです、うん、スパテチ、スパデジをスパテチにした、はい、朝倉さんは朝倉ピンピンです、元々が朝倉ピンピンだったんで、はい、あと僕はあの冷凍1484で、1484はあの石橋なんですけど、あの昔トンプーソーで麻雀してて、多分天宝もそうですけど、あの1500から始まるのにそれ以下っていうのが面白いかなと思って、うん、トンプーソーの表示がいつも0と4桁って、はい、そうそうそう、0と1500みたいな風な表示だったんで1484にしたと、うん、そうですね、はい、M リーグがこう変わったらいいのにというのはありますか、チームやメンバー数、試合数やルールなど何でも結構です。天保地方 W をなくしましょうバリアを張れるようにしましょう一緒だ国士をなくしましょうひどいさっき満願って言ったね、はい、満願でお願いします。続きまして、M リーグを見始めてから麻雀を遊び始めました。皆さん勝負ごとにどうやってメンタルを保っていますか。勝負ごとは負けるのが普通です。負けても気になりませんそんな感じですね。はい、朝倉さん、はい、負けた時は落ち込むのが普通ですまあそれを反省材料にしてまた強くなればいいんです。はい、僕は考え方は小林さんで、気持ちは朝倉さんですね、はい、あの負けるのにやっぱり慣れないといけないと思うんですね。特にあの勝負事っていろいろあると思うんですけど、麻雀ってあの平たくすると、まあ、4人でやるんで、あの4回に1回しか勝てないゲームで、まあ、4回に3回は負けるんですよね。
ってことは負けの方が多いんだからやっぱり負けになれないといけないと思いながらメンタルやられますおかしいね、はい、皆さん例えばボクシングをやりました、いいパンチ食らいました、メンタル弱ったらまずいでしょ殴り返すものですよねそれと一緒なんで、いいパンチが入ってもそんなの気にしてたらしょうがないです。自分のミスでいいパンチもらったらメンタル気にするから相手のファインプレーだったらおーすげー、はい、はい、このやり取り終わらないんで次に行きます、はい、天宝の特上宅を目指しているレベルの人におすすめの本を教えてください。あと子供の頃に好きだった遊びは何ですか。おすすめの本、うん、なんか押し引きの教科書的なやつと、あとやっぱり何着る本のうざくさんのやつですかね、うん、その2つぐらいを読んでれば特上はなんとかなりそうな気がします。いや両方難しすぎないかなもうちょっと簡単なのでもいいけど、特上を目指してる、特上を目指す、あ、じゃあ もうちょっと簡単な方がいいですね。あの小林豪井出陽介が書いた麻雀技術の教科書というのがありましてあのそんなに難しいことは書いてないんで、あのそっちの方がいいかな。でその先を見る人はそのうざく本とか、そうですね、さっきのは特上から法オタクに行くぐらいですね、はい、調整値麻雀とかね、そうですね、調整値麻雀はもう法オタクで勝ちたい人だけ読んでください、うん、その結構ねどの本って難しいんですけど、まあ、結構井出陽介さんが絡んでる本は優しく書いてあるかなとは思いますかね、まあ、やっぱり基本の廃効率、基本の押し引き、基本の泣き判断、リーチ判断ができればあのいけるので、基本です、とにかく、うんうん、最初は基本です。はい、続きまして、ちょっと笑ってしまう職業病みたいなものはありますか。数字の羅列を見ても大体なんか麻雀の廃止に見えちゃうとか、両面待ちに見えちゃう、はい、例えば23っていう数字があったらもう我々にとっては両面待ちなんですねなんか電話番号とか覚えるときに、うん、麻雀の廃止みたいな感じで覚えてましたあとは大学に行った年数とかね、そういうのをついね気になってますね。なんかね3人合わせてリャンウッパーっていう人がいるらしい、そういう3人組があるらしくてですねあとはねやっぱあの麻雀店で働いてた時期もあるんで、あの結構長いんでね、あの飲食店でついついドアが開くといらっしゃいませって振り返っていらっしゃいませって言いそうになりますからとりあえずドアの方見ちゃいますね。なんかホットコーヒーありありとか言っちゃいますよね、あと喫茶店とかでありありでって、まあ、基本的になんか漢字の読み方、うん、両面テープを両面テープ、はいはい、で両面じゃないんだよっていう、うん、両面テープ面前中町とかねはい、じゃ続きまして、3人の勝負飯かっこ1人はなさそうですは何ですか。スピンさんはなんかあれですよね、うなぎとか鴨南蛮とかよく食べてます特に理由はないですけど勝負飯ははい、あ、嫁の手料理です3人が麻雀というゲーム競技のどこに魅力を感じているかを教えてほしいです。確率のゲームなとこですかね。やっぱ僕子供の頃からもう数字だけを見て生きてきた人なんで、確率を使ったゲームだなとこですかね、うん、まあ、確かになんか確率だけってだけっていうのもおかしいですけど、ね、将棋とかだとあんまり確率じゃないような気がするんですけど、うん、麻雀はいろいろ知恵を駆使して確率を予想するゲームですね、うん、確率と、うんうん、損得を予想するゲームであるところですかね、うん、まあ、僕も基本的にはほとんど一緒で、まあ、その確率に関わるのがなんかそのはいだけの話じゃなかったりするのが麻雀はややこしいところなんですけど、人の兆候とかそういうので確率が変わっちゃったりするんで、あの条件付き確率の面白いいろんな要素の絡み合ったゲームだなっていうのと、まあ、あと難しすぎてあの多分一生かかっても分かんないぐらい難しいんで、まあ、飽きないですね、はい、うん、はい、自分もあのほとんど一緒なんですけど、やっぱり正解が何か分からないゲームだと思うんで、まあ、それをできるだけ正解に近づけようってする過程が好きです、はい、そこが面白いと思います、自分含めチームメンバーそれぞれに新しいキャッチフレーズをつけるなら3人のアイデアを聞きたいです。
静かになってしまいました。キャッチフレーズ今が経典おじさんだっけ。ああなんかネットマージャン最強雀士って書かれてるんですよね、あの M リーグの公式のやつで、うん、自分で名乗りにくいやつ。そうですね、しかも最強って証明したことないのに最強って書かれるのはなんか他の人からクレームが出そうで怖いんですけど。ネットマージャン最強の可能性の高い雀士。そうしましょう。じゃあそうしましょう。小林さんは何ですかね。何でしょうね、うん、もうスーパーデジタルとかも意味が分かんない。デジタルが意味分かんない上にスーパーがもっと分かんないんで。まあ、最近麻雀サイボーグになってる、ね、麻雀サイボーグ、うん、デジタルを使わないようお願いしてきたら麻雀サイボーグになって、なんとかロボかな、なんとかロボ、おじさんロボ。僕は何ですかね。国士のことしか思い浮かばない。最近は国士職人と呼ばれてるんだけどね、はい、まあ、しばらくそうですね。去年は報酬してないんだけど。キャッチフレーズあんまりみんな思いつかないですね、はい、ですね、はい、本当いいのあったらくださいっていう感じです。そうですね、お願いします。3人がプロの道に進まれた理由きっかけは何ですか。僕はリーグ戦出てみようかなっていう感じです。20歳ぐらいで入ったんですけど、ここまで職業としてちゃんとやっていこうっていう覚悟は正直なかったですが、まあ、徐々にこんな風になっちゃいましたね。僕は、まあ、あのプロになる前から天保医としてちょっと活動してて、もともとその時にもう麻雀で一生仕事をしていこうとは思ってたので、まあ、あのただ当時はプロにならずに天保医っていう立場だけでその自分の唯一のポジションみたいな感じで仕事をしてる方がいろいろ可能性があるのかなと思っていろいろやったんですけど、それがまああの結構自分の中で、まあ、完結した時にじゃあ次はプロで、まあ、プロの世界でやってみようってなってプロ入りしたっていう感じですね。はい、はい、僕はあの学生の時にあの最高位戦に入ったんですが、あの麻雀プロになって稼ぐというよりもやっぱり麻雀強くなりたくて、勉強したいから、あのそういう勉強会とかそういう環境があのいいなと思って、入りました、ね、こんなに長く続くとは思ってなかったんですけど。はい、はい、続きまして、バッシーは人生で何回国士を補充したことありますか。数えきれません。ゴーさんが今ハマっている入浴剤があったら教えてください。入浴剤は特にハマってないですね。何情報なんですかね。ないと思います。ただね、はい、まあ、入浴剤使うこともあって疲労回復に良さそうなのを選んだりはしますが、実際回復しているかどうかは分かりません、うん、オカルトではないんだそれは。気分かもしれない。ああいうのって使った場合と使わなかった場合比べられないんで分かんないですね。パイレーツの中で一番腹黒いのは誰ですか。はい、はい、マージャン界ナンバーワンがいるんで大丈夫です、はい、私だそうです。はい、続きまして、朝倉さんが地元に帰った時に必ず食べるものとかありますか。または、福井の食べ物で一番好きなものは何ですか。私は15年前に福井に住んでいたことがあって、越前おろしそばが最高でした。そうですね、まあ、時期的なものもあるんですけど、春に帰るとあのイサザっていうあの小さい魚の佃煮とか煮付けみたいなやつがすごい美味しいんですよ。まあ、あのなんか小さいままあの大人になっている魚なんで、別にあの小さい魚取っててひどいとかそういうのではないんですけど。まあなんか川とあの河口の辺で網を構えてて、イサザ漁ってやってて、でそれが美味しいですし、まあ、冬は越前ガニとか牡蠣とか美味しいですし、まあ、あとはシーズン問わずへしこ、あのサバのへしこっていうのがすごい名産で、まあ、あの塩辛い発酵した感じのやつなんですけど、別にそんなに臭みはなくて、まあ、お茶漬けとかにするとめちゃくちゃ美味しいです。すごいね、麻雀より喋れるんだ。こんなスラスラ喋れる。珍しい。ちょっと福井の福井というか、福井というかオバマかもしれないですけど、ね、はい、ではこの質問コーナー以上になります。皆さんたくさんの質問ありがとうございました。で、教えてパイレーツはこの後もずっと続いていきますので、皆さんどしどしご意見をいただいて、また見ていただけるとありがたいです。それでは皆さん、さようなら。